はい、こんまりこと近藤真理です。いつも畳スタイル、この角度からお送りするんですが、今日は何を畳もうかな。この前トップスは畳んだし、カーディガンも畳んだので、じゃあこれお願いします。夫からリクエストいただきました。私これを日々畳んでいるわけなんですけれども、何かっていうとふんどしです。私のあったのはですね、ふんどし派なんですよ。結婚した後かな、付き合っていつからふんどし派になったんでしたっけ。私と付き合った後ですね。付き合った後に、なんかふんどしって体にすごいいいらしいよ、日本男児的にみたいな話になって、私がプレゼントしたのがきっかけになって、で一回ね、このふんどし履いてから久美さんふんどしにハマってしまいまして、それからかれこれもうのもうだから 5、6年、7、8年くらいふんどし派で通しておりまして、もうパンツ二度と履けないって、パンツ履くくらいだったら履かないみたいな感じですもんね。ふんどし恥ずかしながらふんどし履かないくらいだったら履かないみたいな、恥ずかしながら。そうですね、同じような方いらっしゃると思います。ふんどしの畳み方ご紹介しますね。ニッチだな。ニッチですね。誰がこれ、これ視聴回数いったら嬉しいな。そうですね、多分ね、日本中 のふんどし、まあ、女子の方でもね、女子でもふんどし最近履いてる子結構いるので、ふんどし派の皆さんがね、多分皆さん待ってましたって言ってくださると思うんですけれども、ふんどしの特徴って何かって、基本的には四角いんです。四角い布なので、普通に半分に折っちゃう。で、ただ紐なんですよ、紐で、このね、畳む時のポイントっていうのは、これ紐とか飾りっぽいものですね、フリンジもそうなんですけれども、何かこう外にビロビロってついているものっていうのは、とにかく内側に入れていく。なので、ふんどしの大切な紐も粛々と内側に収めていく。で、この内側に入れた状態からはもうね、いつも通りですよ。内側に入れてしまいさえすれば、そこから半分に折る。あら不思議、ただの四角い布になっちゃったんですね。一方方向になるようにくるん巻くようにして畳んでいく。こんな風にするとシワがつきにくくなって、こうね、肌当たりがすごくよく、スムーズになっていくので、ふんどし派の皆さん、ぜひこんな感じで畳んでいくと、引き出しの中でふんどしがキリッとした状態で並んでいくようになりますね。いいですね。どうです、この畳み方普段。美しいです。じゃあせっかくなんで他の畳んでもらっていいですか。あ、もちろんです。じゃあ気合入れてもらってちょっと立ちますね。普段見せる用でしゃがんでることが多いんですが、やっぱさすがにね、畳むようとなるとやっぱ立った方がやりやすい。日本男児の皆さん、ぜひふんどし大切にしてください。いや、何時、別に なんとなくね、夫のものを畳んでるのでそういう表現になっちゃいましたけれども